どうなっていくのかしら、未だに想像できないわ。だから嬉しかったんだ、風太郎が卒業旅行を提案してくれて。うひゃ、どうしました上杉さん。それに気持ちもわかります。なんというか非日常な場所に来たという感じがしますから。